皆さんこんにちは。今日はですね、沖縄記念公園美瀬ゲートの方に今来ております。こちらね、まだねゲートの方まだ開いてないんですけども、外から回ってきてこちらに来ています。今日はですね、沖縄県の本部町の方に来ておりまして、これからね美瀬の福銀並木の方を歩いていこうと思います。それでは、これからオープニングスタートします。そう、どうぞ。ちょうど無料駐車場のところまで来たんですけれども、多分ここからその並木がスタートするんじゃないかなと思ってます。で、ここにねちょうど看板があって、この看板に、この通りに行くといいよみたいなことが書いてありまして、今日はねそこに従順というかですね、それ通りに行ってみようと思います。で、いろいろ調べた結果ですね、 Google マップにもその福井並木の経路が載ってないので、今日はですね、長回しですね、いつもの僕の得意な、ジャンルというか、もう勝手に僕が勝手にジャンル作っちゃうんですけど、長回しジャンルで長回ししながら、歩いて、先ほどの、ね、今の地図のね先っぽの方まで行ってみようと思います。まあ片道ですね、往復じゃないです。あ、今ちょうどね右の方にマップつけさせていただきました。このね右のあの白い感じの線のところを通って、上のてっぺんのなんか、海岸があるんですけど、海岸の方まで行かせていただきます。なので片道ですね、どっちかというとこの右側でくねくねしてる白い感じの道を通って、上のてっぺんの方まで行きます。真ん中の太いグレーの線のところはこれね車とか通るんで、ちょっと広めの道でちょっとね違います。並木も一応あるんですけど、
今歩いてる映像で出てる感じの風景が、多分、福木並木として、認知されている場所ではないかと考えています。先ほどの映像にあった、水牛の乗り場ですね。あそこで水牛に乗って多分移動もできると思うんですけど、おそらくこの場所通らないと思うんですよね。多分狭すぎて水牛さんが歩けないんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね詳しいことは分かんないんですけど、一応ですね、ここ多分ね自転車とかあとキックスケーターなんか貸し出ししてるみたいなんで、もしかしたらね若い人でデートで来たらここキックスケーターで移動すると楽しいんじゃないかなと思います。で今ここにちょうど生えてるのが、メノトフクギですね。フフフクギっていうのか分かんないですけど、だいたいあの2本一緒にこう生えてるか、同時に、まあ、近い距離に2つ同時に生えてるとメノトなんとかでつくんですけど、結構いうのがねメノトスギなんですけど、ここはメノトフクギですね。フクギの木なんでね。で、隣すぐ向かいにあるのはこちら、シーサーの、多分素焼きの置物ですね。お、いい値段しますね。しかも可愛いですね、これね。これね、いいですね。お土産にもいいかもしれない。もしかしたらね、お部屋に1個あるとおしゃれかもしれません。どんどん行きますね。今ね、ちょうどここにいるのは、9時ね、20分くらいなんで朝早いんですよ。なので、これだけ人が少ないみたいなんですけど、まあ、本当はね、ちょっとすみません、ちょっと下見でもうちょっとね、早く、4、50分早く来てたんですけど、このね、9時20分くらいでも、これしか人はいないです。多分ね、この後になったらもしかしたら人が増えてくると思うんですけど、お散歩するんでしたら早めに来られた方がいいかもしれません。で、なんで、ここに福木っていうものがこんなに並んでるかっていう疑問も湧いてきたりするかと思うんですけれども、福木っていうのは多分ですね、沖縄であの防風林ですね、あの風を防ぐための、昔の人がこう生やして、これであの海岸より中の方に風が強く入らないように、木を植えて、風を止めるための、に植えた感じですね。まあ、あの内地というか、まあ、あの本州でいうと、まあ、松、あの三保の松原とかにある松、あれは防風林ですよね。あの世界遺産である三保の松原にある松は、みたいなもんですね。今ちょうど、左右確認しましょうっていうこの看板みたいなのがあるんですけど、これね、どうも車が激しいようなので、全部歩道じゃないですから気をつけて渡ってくださいという感じです。で、その後もこのような、林のようなところを、進んでいくことになります。思った以上にくねくねした道が続くんですけど、今ねちょうど画面の真ん中にある通り、あの矢印があってこっちですよっていう案内があります。なので、それさえ見つければ難しくないです。この後もね今ねま、っすぐ行って突き当たりというか壁というか塀があるんですけどね、生垣があるんですけども、そこをに今右に行ってくださいっていう指示があります。これを見て右に行きます。こうやって進んでければ、おそらく、迷うことはないんじゃないかと思います。これね左にあるなんていうんですか、これ生垣というんですかね、これちょっとわかんないですけど、石が積んでありますよね。これもしかしたらね珊瑚礁みたいのも使ってんのかな、ちょっとすみません詳しいことわかんないですけど、おそらくあの本州では見られないようなものを使って、ブロック塀とかこう石垣を積み上げられていると思います。今ちょっと右側に、カフェとかお土産売り場があるらしいんですよ。ヨンナビーセとかソイソイビセとかなんかちょっとなんかそんな感じの名前のお土産売り場やカフェがあるんで、あとね体験できるなんかこう工房みたいなのがあるんでね、もし興味があったら先に調べていけばいいかと思います。わざわざ防風林を生やしてるってことですね。まあ先ほどの話に続きになりますけど、まあここの辺はですね、あの人の家があるんですよね。人のうち、あの個人の人のうちなので、あまり騒いだりしちゃいけないと思います。ここから先ちょっとね画面振ったりして、あの恐縮ですけど、あのなんかこのなんですか、生い茂っているところが感じてもらえばいいかなと思って、振ったりいろいろしてますけど、これね古いお家、沖縄の古いお家が見えたりしてますね、右側の方で。こっちね、さらにこれは新しい方の建物かな、そういった感じの、民家だと思うんですけどが建ってたりします。今ね左の方に向くとちょっと暗い感じなんですけど、福木の並木が、枝分かれして続いているのが見えます。ちょっとぐるぐるしてますけど、ちょっと迷わないでください。ちょっと右側のね、あの赤い丸のところに酔いますからね、こんな感じで進んでもらって大丈夫だと思います。ちょっとね、僕もね、早歩きで歩いてるんで、前の、家族のところに追いついてしまいました。
いいですよね、この若い家族、多分お父さんもそんなにあの30か40の方と、お子さんも多分中学生と小学生くらいの方と思うんですけど、こういう感じでね、いいですよね、みんなで歩いて散歩する楽しむの、なんかね、みんなね歩けるし、なんかああだこうだいな、今ちょっと追い越したんですけど、多分何かしらのハプニングがあって途中で止まったと思うんですけどね、これで、どんどん進んできますけれども、あれですよね、今朝の早い時間でとてもいいんですけど、結構ね距離があると思うんですよ。なので、お父さんお母さん世代、70代60代70代の世代の方もこちらに来て歩くのもいいんですけれども、あ、ね、ゆっくりね歩いていただいて、見た感じ足元も、そんなにゴツゴツした感じもないですし、ちょっとね砂利っぽいところもありますけれども、そんなに足元悪くないので、もしね足にそれなりに自信がまだ終わりのお父さんお母さんがいましたら、こちらでゆっくり歩いてお散歩すればいいと思います。でもね、ちょっとねこれから個人的なちょっとお話になるんですけれども、僕ね今年に入ってから、沖縄に一人で来るの2回目なんですよね。もともと僕コロナの、が始まる前は一人で海外とかよく行ってたんですよ。それで、1泊2日とか2泊3日とか ものすごい短期で海外に行ったりして、楽しみなのが好きだったんですけども、それがね行けなくなったり、行ってもいいんですけど、なんか1泊2日とか2泊3日で行くようなほどのちょっとリスクが高いんですよね。なんかPCR 検査をしなきゃいけないとか、ちょっとめんどくさいことが多くて、あまり海外には行ってなくて、その代わり飛行機に乗って、沖縄に来ればなんか楽しいんじゃないかなと思って、ここ最近は沖縄に来るようにしています。あ、でここね本来この、T字路で本来ね左行くんですけど、僕なんかね右見たくて見てみました。なんかね向こうの方になんか多分なんかサトウキビ畑があるんじゃないかなと思って見たんですけど、ちょっとね遠くて分かんなかったですし、ちょっと遠くまで行くとなんか疲れそうなんでやめました。で順路、今からね順路に戻ります。ここから先ほどのところ T 字路では左の方に進んでいます。右の方はちょっと見て左の方に進んでいます。でここから、ちょっと進むと、先ほど最初の方に説明したグレーの道に、と交差しますね。ここね結構危険なんですよ。今ねちょっと多分これから左から車来ると思うんですけど、ここ危ないです。結構車が多いんで、でここをね右左よく見て進んでいくと、この上の方に、看板が出ます。店の集落の福木、並木通り、これがここからそうですよっていう感じの、看板があります。このまま進んでいきますね。この十字路で、順路はね右なんで右に行くはずなんですけど、僕ねちょっと好奇心あって、進もうかなと思って前に行くんですけど、なんかねちょっと怖くなって帰ってきちゃいました。多分ねこの先多分ね海岸があるだけなんですけど、ちょっとね順路も分からなくなっちゃったら困るんで、ちょっと今戻りました。今右に曲がりましたよ。さっきの十字路で右に曲がりました。でこのまま進んでいきます。足元車輪の跡があるんで、多分、ね、自転車で通る人多いんですかね、もしかしたら。で今ちょっと左に行けるんですけど、平屋のね建物が多いです。なんかねこの辺の地区は平屋なんですかね、ちょっと分かんないんですけど、こういった感じでね、なんか趣のある、沖縄の美瀬の趣のある平屋の建物がすごく多いです。いいですね、この辺ちょっとね、この辺ちょっとクライマックスな感じじゃないです。なんかすごく明るいし、ちょっと細めの若い感じの服着が多くて、なんかねいいよね。これねちょっと来る前にですね、ここ左に行ったところにね、なんとね猫がいたんですよ。なんでね、な感じの、猫がね集会みたいなのやってたんで、まだいるかなと思ってもう一回見に行こうとしています。ちょっと行った先の白い家の建物のところに猫がいっぱいいて、でなんかねお話ししてたんで、あまだいる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 、ほらいた。ちょっとね、ちっちゃくて分かんないかもしれないですけど、ちょっといた、あ猫いた、かわいいなこれ。結構多いんですよ。今手前ね、3、4匹いるんですけど、本当はねもっと奥の方に、いたと思うんですけど、ちょっと見つけられなかったんですよね。
なので一応ね、振って、まあ、この先は海が見えます。海が見える道なんですけれども、これでね右の方の建物に行くと、なんと猫がいっぱいいます。うわー、この猫集会を行っています。集会してますよ、猫集会して。しかも黒い猫伸びてる、超伸びてる、長、猫超長い。でこんな感じですね。なんかのんびりしたのがこの備前のいいところなんじゃないかと思います。こんな感じで寄り道しましたけど戻っていきます。この角を左に行ったところになんかね面白い家があったんでちょっと寄り道します。で、まあ、多分ね普通の家だと思うんですけれども、なんかね庭に何ランタンというか風船というかなんていうんですか、これなんていうんですかね、なんかこう吊り下げられてて、なんかカラフルなやつがね、この球体のものなんだろうこれと思ってこう撮影させてもらってますけど、これいいですよね、撮っていいですよね、見せてる感じですよね、多分観光客の方に。そんな感じでちょっとカラフルで面白いものがあったんでちょっと撮らせてもらいます。そうですね、このお宅なんですけれども、 なんだろうちょっとね、もしよかったらね通ったら見ると面白いと思いますよ。このですね、今進んでいくと右側の方になんかねランタンみたいな、さっきのなんか丸いのがいっぱいあった建物があって、この白い建物ですね、これ僕ねお土産売り場かなんかと思ったら、これ実はですねビラ、ホテルですね、ビラタイプのホテルらしいんですよ。アダンリゾートっていう名前で、このビセの中で 4,5 軒やってるらしいんで、もしねこういうの好きな方がいたらちゃんと調べて、泊まると絶対楽しいと思います。もしね、まあ、好きな人ですよ、普通にね高層階の普通の大きなホテルが好きな方は、まあ、別ですけど、こういうビラタイプのこういうところで泊まるのが好きな方は絶対に楽しめると思いますので、もしよかったら、探して、泊まるといいと思います。でここね多分一般の方の家でだと思うんで恐縮だと思うんですけどね、これちゃんとねこのシーサーがちゃんとね家の前に必ずあるんですよ。結構ね沖縄のまあ本土もそうですけど、那覇の方もそうですけどね、自宅の前の門のところにシーサーがこうね外に向けて並んでるのが結構多くて、なんかねやっぱ守り神なんですかねこういうのはね、とかなんとか、まあ、行ってる間にここで、なんかゲートに来ちゃいました。なんとこれでゴールですね。今ねここから、進んで、ちょっと立ち戻り向かって戻りますけど、ここで、美声の、福木並木終わりと終点ということで、ありがとうございます。ここまで来たら、大体終わりになります。ということでね、この福井並木は元に戻ってもいいと思うんですけれども、順度からいくと、まあ、この先ね本来なら進んで海岸まで行って戻ればいいんですけど、ここに、ショートカットございますので、もし、並木が疲れて帰りたいという方はこのねショートカットみたいな道路を通って、これはこれでなんかね綺麗で楽しいんですけど、このまま海岸の方に進んでいければいいと思います。いいですね、前におじさんっぽい方がいらっしゃるんですけど、これ今までどこにいたんでしょうか、ちょっとよくわかんないですけど、今歩いていくと今白いのがね消え、あ、すごい海岸が見えてきました。素晴らしいですねこの色、この絶景、これが沖縄、しかもこれが沖縄の美声ですね。素晴らしい、こんなに綺麗な海と空、そして砂浜、なかなか見れない。これは来ないとダメですよ、皆さん来てください、来ないとダメです。ありがとうございます。この後ですね、ビセタキ海岸
海岸の方まで歩いて進んで行かせていただきますけれども、そろそろ、終わりにさせていただこうと思います。もしこの動画を見ていただいて、よかったらいいね、チャンネル登録などいろいろしていただければ次にやる気になりますので、ありがたく思います。もしよかったらお願いします。ありがとうございます。